皆さんはできないんじゃないんですよ。知らなかっただけなの。だマナハン、ひちゃたこってびし、みつこですめして。皆さんはあそこに額あるけど、チンゲスハンの末裔ですよ。世界一大きい帝国を作った。で、マナハン、あとは、チンクセンを、チンクサンでザサンチクチハッ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 日本は800年前にチンギスハンから2回攻められた。実際長かった日本のボスが口何ぞ実際を迷ったジンクさんで大ヒントを実装して、その恨みを忘れて今回真剣に話しました。それはそれで、まっちょいろだと誰実際、ジンクさんで恨まれちゃったエレン、僕めっちゃってやつはバーリッチ。ありがとうございました。いかがですか。皆様こんにちは。東京印書館プリンティングディレクター高柳昇です。本日はですね、ウランバートルで、モンゴルウランバートルで7日間の技術講習を終えた最終日になります。今ですね、ガンマ写真スタジオで収録中です。まずですね、7日間技術講習をやったわけだけども、どの集まってくれる人たちもとにかくいいものを作りたいという気持ちが切実に感じて、やはり哲郎さんの言ったことは嘘じゃないよと、やっぱ暑いよ現地は、人間暑いぞ、ホットな心を持ってるぞっていうのを 100% 私は感じました。で、一番感じたのは、今のモンゴルの人たちはできないんじゃないんですよ。経験がないだけ。それを各会場で繰り返しました。だから
まだ近代印刷業というのかな、印刷業がきちっとそのいい写真集を作ったり、いい絵画図録を作ったりということのできる、言ったらばその品質面、印刷の品質面のキャプテンが不在なんだよね。だから誰もどうやったらいいかわからない。わからないからこんなもんだな、しょうがないかっていうことで、いろんなところが、写真家さんもフリーランスデザイナーもカンパニーデザイナーも印刷会社も全部妥協しちゃってたんですよ。でもそれは考え違いだよと。モンゴルの著名な絵画作品の収集家や著名な絵描きさんが、我々は魂を込めて絵を集めて、写真家は魂を込めて写真を撮って、絵描き画家は魂を込めて描いてるんだぞと。だからデザイナーもフリーランスデザイナー、カンパニーデザイナーも印刷会社もこんなもんだなんていう気持ちじゃ絶対うまくならないよっていう話をしていました。あ、やっぱりものづくり、芸術や美術に携わる人間は同じなんだな考えは、というふうにその話を聞いて安心しました。モンゴル僕25年撮ってるんですけども、2012年にモンゴルでこのチェンジっていう写真集を作りまして、この時はですね、モンゴルの印刷、製版、製本、全てやって、500部限定で作りました。で、おかげさまで完売になったんですけども、やっぱり色がですね、500部全てバラバラになってしまった。で、思ってた色に着地できなかったんですね。で、その、ことを高柳さんに、まあ、お話ししたら、ぜひモンゴルでこれをどうにかしたいねっていうことで、印刷のレベルをですね、上げたいなっていうことで、今回こちらに来ることになりました。僕、写真集できるたびにこのガンマに持ってきて、プレゼントするんですけども、やっぱり彼らがこの印刷クオリティはやっぱモンゴルにはないよね、これどうにかできないかなっていうことをいつも言われてたんです、うん、で、高柳さん、僕の担当してる人を連れてきてくれないかっていうのをずっと言われて、モンゴル来るたんびに言われてたんです。で、高柳さんにも会うたんびにお願いして、で、高柳さんも手弁当でいいから来るよと言っていただいて、今回コロナ明けですけど、明けというかね、コロナ禍ですけども、来ることが実現できて本当に嬉しく思ってます。一つだけ条件あげたよね。そうそうそう、暑いかって言ったっけ暑いか、あのモンゴル人たちの気持ちがね、暑いかどうかっていう、本気で本当に学びたいなら行くけど、そうでないならどうかな、どうしようかなっていうことですよ。そうです、僕はもうとにかく暑いんで、彼らは本当知りたがってます。何人ぐらいみたいに言われてた、全員です、みんな知りたがって、見事おしゃちとおだやっきりとおきちんびちょちょしてきすんちん最近のにいるきのこのためもてきさんがあるちょちゃしたいきにひんデジタルとおかびゆるんずうやんずちゃっとおいしんびあとうんぐんずうがかったちやってるってあいごぼろいちとすなあちびいいすむこらかったびあいごぼろきっとおいしあほいとんびデザイナーとが ажил чаддгүй бас нэг хэвлэл хөдөлгөөний дизайнертай ажиллаж чаддгүй Монгол төнд тогтцоо байхгүй наа трийг л аягүй басна юм болж байна. こういう写真家とフリーランスのデザイナーと印刷会社をこのみんなをまとめてどういう写真集とか例えばどういう作るっていう間に教えてあげるっていうと、キャプテンがなかった、キャプテンなかった、ね、いなかった、モンゴルいなかったね、必要だなっていうのがよく分かりました。あ、で、で、みんなのこの、ハイルって揃ってきてるべ、のフムスでやつ、ハイルってそうさ、あ、にぎんってヒルフルビンフムスでさ、あ、にぎんのこの、いうの、ピリ、あと、いうの、デザイナーを、ギルツを吹っちゃって、で、で、のこの、あいご、バイフタが吹っ出ちゃう、で、で、そらへんみつきてはがってみよう、バイリスさん。тэгэхээр энэ хүмүүс чинь цааштай суралцах байх, а бас хүч ирж тэр хүмүүсийг бас дахиад суралцанд хамруулах бас гоё юм байна. Хонтоны ано Такаянаги сан га гэдэг. Мо Такаянаги сан га коё ош хонтоны ошитай кимочи гаатта нөгөө мо урешинде. Минасан ва вакаранай кото тока зэнбу кийтэ мина манау бимашитан дэс на хонтоны. Соре де минна на кава га顔が全然すごく変わって笑顔になってできるっていうことを分かって、パッてライトがつけてみたいに、心の中でも頭の中でもこれがあったいるのを見たらすごく嬉しくて、いや本当にいい
忙しくあっという間に1週間でしたけどね。モンゴルの人たちね、あのカメラもいいものを使ってるし、印刷機も結構いいのを使ってるんですよね。だけどモンゴルは印刷が悪いからって言って、今までやっぱり中国とか韓国とか他の国で印刷しちゃってたんですよ。でも僕、印刷って文化だと思ってるので、その国の文化をやっぱり自分たちで守ってほしいなっていうのがあって、で僕もあの現状でのその2012年の、まあ、現状を、印刷事情っていうかね、それを残したいなと思ってモンゴルで印刷したんですよ。やっぱりモンゴルで撮った写真がモンゴルに残したい、そのためにはモンゴル人にみんなやってもらいたいと思ったんで、デザイナーもね、まあ、印刷もね、すべて、モンゴルで残したいなと思ったんだけど、結果がこうなってしまった。でそれからまあ10年経ちました。10年経ったけども、やっぱりなかなかね、いい印刷ができなかった、うん、そんな中で今回あの高柳さんに教えていただいて、みんなすごい目がキラキラしたんですよね。自分たちでもできるんだ、モンゴルでできるんだ、まずその自信を持つことが大事だと思って、今まで諦めてたんだけども、それが多分、これからみんなデータ作り、製版ね、データ作りからすごく変わっていくし、印刷の現場でのちょっとしたね、この気持ちの、も変わってくるし、まあ、みんな変わりますよね。あの印刷所もデザイナーも写真家もみんな全てが変わって、今までそれぞれが仕事をしてたんですよ。あの投げたら終わり、投げたら終わりだったのが、それがそれぞれがコミュニケーションを取って一つのゴールに向かっていくっていうのがすごく感じられたし、これは多分あの数年後とかじゃなくて、もう数ヶ月後ぐらいに、近い将来出るかな、近い将来もう結果が出てくるんじゃないかなっていうぐらい、今回は実り大きい実習だったんじゃないかなと思います。モンゴルの人たちはできないんじゃないんですよ。経験がないだけであって、また基本的にこれはあくまで私の個人的な考えなんだけど、やっぱりもともとが遊牧民の方だから、広い大地をどっちに行ったら草があるとか、どっちに行ったら水があるとか、こう勘は鋭いんですよ。だから1を教えると10とは言わないけど、すぐ2や3は応用するんですよ。だから経験値さえ詰めれば、本当にこの国はますます印刷技術に限定しての話ですよ。印刷技術に限定すれば、やっぱりこう加速度的に上手くなるんですよね。ただその上手くなるためには継続することが必要だし、継続するためには印刷が製版が、要はデザイナーは画像調整が楽しみでやってもらえると、楽しさが分かると仕事じゃないんで継続できるんですよね。やっぱりモンゴルの人たちに、まだ私もまだ元気なんで、それこそこの国の方々に、さっき冒頭申し上げた私の知識が役に立つんなら、したいと思う、また再訪したいと思いますよね。というと、あとは박씨ингээд олон хоног ингээд дагаад хамт явахаар хит хитэн зүйл болгочихжээ. Эхлээд ингээд дотроосоо бас өөрийгөө ингээд чинь өөрчилж, шинээр бас олон зүйлийг сурах хэрэгтэй бай. За дараа нь одоо энэ компани дотроо олон зурагчтайгаа бас ярилцаж, тэр хүмүүсийнхээ тэр сэтгэл санааг нь ойлгож, зурганд нь тэр шингээж өгөх ёстой гэдэг бас. А тэгээд Монголын хөвлөлийн одоо өнөөдрийн байдлыг ингээд багштай явж ерөнхийдөө мэдэрлээ. Өмнө бас тийм боломж таарахгүй байсан. Тэгээд энэ нөхцөлд яаж ажиллах уу гэдэг одоо цухсч гэсэн ойлголоо. Тэгээд нэг талаа ийм техникийн үйл ажиллагаа, одоо хэрхэн зураг засах уу гэдэг техникийн арга барилыг сурсан. А нөгөө талаа болохоор одоо энэ уран сайхны талаас одоо тийм ер нь энэ оюун санааны талаас өөрийгөө хөгжүүлэх ийм хоёр талын юм нэгтгэх ийм өөрчлөлтийг одоо хийх ёстой бай гэдгийг л ухаарж байна. Нэг талаа техникийн талаас, нөгөө талаа одоо энэ юуны талаас давхар өгч үү. Тийм, одоо тийм. Боловсрол мэдлэгээ сайжруулах хэрэгтэй. Кайганзуроку шүүшүү している коллекторの方と話をしてんですけども、したのですけども、やはりですね、投機目的で絵を買ってるんではないんですよ。お金儲けで絵を買ってるんではない。やっぱりこう、まあ、モンゴルという事情から美術館で自分が持っている絵を皆さんに見てもらうという機会を、そんなには日本ほど開催できない、日本ほど できないということなんで、本当の絵に近いもの、本物の絵に近い色を出してほしいという強い気持ちがあるわけ。
写真家さんは場合によっては命がけで撮った写真をモンゴルの人たちに見てほしいという強い気持ちがあるわけだ。だからそれに負けないためには、我々モンゴル国でいうデザイナー、日本でいうプリンティングディレクター、同じに気持ちを強く持たなきゃダメ。私はどんなことをしてもいい本を作るんだ、いい印刷をするんだ、いいデザインをするんだという強い気持ちを持たなくてはダメなんですよ。ボルドに期待しているのはやっぱりですね、モンゴルの一番弟子になってほしい。一番弟子というのはメンタルも強くてスキルもある。期待します。なってください。あと半減数を聞いてくれる。 Thank you。 OK 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 頑張ってよ。 OK 次から次から。100% 信用はしないですよ。どういうのを信じてみてるんです。いいっすね。俺が頑張るかその現実。いきます。ニュートラルグレー。ニュートラルグレー。メジュール。メジュール。88.5。皆様こんにちは。東京印象館プリンティングディレクター高柳昇です。本日はですね、私の授業が終わった打ち上げでですね、モンゴルのゲルの中で打ち上げがあっております。こちらはモンゴルの私のマイブラザー。今日は楽しくお酒を飲んでいます。ここからマナさん、ここからイエーイ。